上場企業から新進気鋭のベンチャー企業まで幅広い企業が集結する就活イベント Meets Company。 イベントでは特別選考枠の獲得チャンスもございます。詳しくは概要欄をご覧ください。内定チャンネル。おい、なんでここ猫の方がいい暮らししてんじゃねえかよ。はい、ということで今回は稲葉食品の料理についてというテーマでお送りしたいと思います。2日前ぐらいに映っていたやつなんですが、ちょっとこちらの画像をご覧ください。最初の画像が内定者がこの寮に入れますっていうふうに言われた寮で、こちらの古い方の画像が実際に言われた寮ということで、今萌えに燃えてるんですが、今年の一般職で採用された19人のうち最低17人が入社したりしましたと。入社したら私寮住めますと案内されたんですが、結局雨漏りしているこのボロボロの一軒家に同期と共同生活をしろというふうに指示されました。入社式で人事が一般職の募集要項を嘘ですと発表し、それに加えて入社後の募集要項より3万円低い額を給与として提示されたっていうふうな事件になってるんですが、皆さんこれどう思いましたか？詰めますか？でもあれ思ったよ、俺は X で思ってた、この騒動が炎上して、で会社のプレスリリースみたいなのが会社の公式サイトに上がって、それが怪文書でプレスリリースじゃなくて誰も読めない文書で、それも炎上しててテンション上がった。なんでテンション上がった？なんかまず記事のタイトルがその防衛法論について、自分のところが言われてる防衛っていうのそのままタイトルについて、でその言い訳もあったいっぱい死んでみたいな、担当者がいっぱい死んだみたいな言い訳してて出ました。株本さんはこの件に関してどう思いましたか？今初めてちゃんとこのニュースを知ったけど、これ何がダメなの？結局そもそもの募集要項より基本給が3万円低いっていうのと、社員寮が綺麗じゃなくてただところやっていう2点で延長してて、まあ、その他にもいろいろ重なって出てきてるんですか？大きくその2つから、モラル的にって話はもちろんあるけど、契約ちゃんとしたのに3万下げてんだったらそれは契約違反だから多分訴えたら勝てるよね。だけど下がる可能性もありますしみたいな、レンジは3万前後ぐらいはスタート変わる可能性もありますとか、社長が変わったら給与改定はありえますとか、なんかいろいろ書いてあったんだったらしょうがないっちゃしょうがないと。でも書いてないっぽいっす。そしたら契約違反だよ、ただのシンプルな。今回は炎上したから大丈夫なんですけど、契約違反で一族経営みたいな感じで、あれだったら報復を受けるみたいな感じで結構落とされるらしいんですっていうので、まあ、今まで表には出なかったみたいな。これきっかけになんかいろんな面白ブラックエピソードみたいなのが出てきてて、なんかすごいひどいことされた人が会社辞めるってなった時に、お詫びに稲葉食品で作ってる缶詰をいっぱい渡されたとか、なんかそういうちょっとキモい揚げ物禁止みたいになりました。あ、何それ？揚げ物も食べちゃいけないんだな、ルールが新しくて。なんでなんで？分かんないです。添加物が入ってるんで、食みたいなのがあって添加物入ってるのダメとか、あと飽和脂肪酸ダメとか、ここの資料にもその他のネット上にはから稲葉食品1234ってっていただきたいんですが、丸1が従業員を召し使えるように告知、トイレ掃除だったり腐敗したものを掃除させたりとかで、それを拒否すると査定されたりとか、サボるかもしれないんでそれはカメラで監視されたりっていうのと、イケメン社員を若者にする会長ということで、おばあちゃんの会長だと、はい、イケメンの社員を付き人にしたり、それを操ってイケメントランプみたいな作成するみたいな。それは誰が作ったの？稲葉食品のデザイナーチームが作ったと。いや、それは分かんないですけど、なんかとりあえずトランプにイケメン社員をいっぱい貼り付けてみたら、誰と戦ってるの？これにカードみたいなやつ、一番強いカードこれみたいな。丸さん、これさっき秋野さんが言ってくれたやつで、稲葉食品独自の稲葉ルールも行動違反を取りたい100ページにも及ぶ10ページ、はい、ルールが存在して毎朝昇和したりとか、理由不明の有給休暇は欠勤とみなすだったりとか、安い焼肉屋に行かない、ハンバーグが来るなとか、カツ丼やハンバーグは酸欠になる。そんな感じです。面白いな、はい、で、ラストさっきベテランさんが言ってくださった退職者への対応ということで、同業他社への転勤は禁止だったりとか、違反したら年収分の罰金とか、年収分の罰金が課されるらしい。へー、どういう感じなんですか？はい、一旦休憩入ります。あれ、美咲さんなんか熱心に何やってるんですか？ DYM 就職です。私もグラビアスト数字で頑張ってきたんですけど、気づけばもう30で、今からでも就職できたらいいなと思ってとりあえず登録してみたんですけど、本当に就職できるかちょっと不安で。ビジネス経験全くない方でもたくさんの方を就職成功に導いているので、ぜひリクルーターに直接相談してみてほしいですね。私みたいな初心者でも登録おすすめってことですね？もちろんでございます。
同族経営ってやってる会社あるじゃないですか、うん、結構やばいもんなんですか。1番と2番と3番に関してはちょっとやりすぎな部分もあるけど、言うてだよこんなの。タイトルキャッチコピーをこうやって書いて周りが面白がってるだけで、多分世の中の会社をこういう感じで面白かしく書こうと思ったらみんな書けちゃうと思う。大した話じゃないと思う。従業員を召使いのように国使って書いてあるけど、従業員ってだって召使いだから、そもそも雇用契約上召使いって言葉が悪いだけだって。別に社長の掃除を業務内でやれと、でそれ歯向かったら訂正評価が落ちるっていうだけの話だから、別にそんな激しい話じゃないんじゃないっていう。これ文字にするとあれだけど、従業員に命令とかって、命令でしょ普通に仕事ってっていう。だからこれはバカバカしいなと思う。当たり前じゃんこんなのみたいな。別にここまで俺はひどくしようとは自分の会社では思わないけど、こんな世の中はこんな会社ばっかりだよ。で2番に関してはイケメンを我が物にする会長、これも書き方はおもろいし、可愛い子が社長秘書に登用されるとかってどんな会社でも大体ありますよ。なのでこれもまあまあまああるでしょと。ジャニーズとかだとやばいなと思うよ。だけどイケメンだから出世しますみたいな話であって、これは別に被害者いなくねみたいな感じなの。で3つ目の稲葉ルール本、これもその500ページを超えるからどうこうって、別にじゃあ電通鬼実測とかってさ有名じゃん、社訓みたいなのって実際それが遵守されるかどうかは別としてどこでもある。それをなんかこうやって書いたらそれは燃えるよねと。だからこの 1,2,3 に関しては面白がって周りが言って、本質を見抜けないバカがこう世間で騒いでるだけみたいな感じに見えます。これはあんまり盛り上がってたのちょっとまともキャラクターしたりバカだなと思いながら見てます。問題なのは4だなと思うね、 C って言うなら。これは実際は多分違法だと思うんだよね。同業他社への転職禁止とか年収を罰金にするとかって脅迫っぽい感じな気がしてて、法律上どうなんだろうねっていうふうに思う。訴訟だなんだとかあるけど、このあたりが多分法律上でシンプルに戦える領域なのかなと思ってて、もしかしたら今まで被害に遭った人も訴えたら勝ったみたいなことあるかもしれないから、強いてなら炎上するならここかなっていう感じ。会社用がピカピカだと思ったらちょっとボロかったなんて、アフターの写真がボロい感じになってるけど、本来ここのエリアだけどやっぱこっちになりましたとかって、落差がすごいから SNS 映えするだけで、これも世の中別にそんな珍しい話じゃないと。給料が下がるのだけ契約違反だったらまずいんじゃね、だからちゃんと労基とかに行ったらもしかしたら指導入っちゃうかもねみたいな。ポイントとしてまずいのは給料を勝手に下げたことと退職者の妨害の2つが法律的に危ないかなと思うけど、他に関しては大体どこの会社もいろんな観点で切ったら似たようなの出てきますよ。はい、これがリアルな感想です。社会はこんなもんだと。社会こんなもんです。そっか、はい、じゃあ量ぐらいで騒ぐなと。働けってことですか。働いたことない人が特にこういうの騒ぐんじゃないかなっていう、うん、確かにすごい騒いじゃった。働いたことないから。それこそ村方さんとかそれなりにちゃんと厳しい会社で働いてて、社長からどうたらこうたらで、じゃあ飲み会でちょっとお酒を継ぐようにまるで水商売の女性を扱うかのような命令をされるとかって書かれても、ちょっと酒継いでこいっていうのを書けばそういう風に言われちゃうわけだから、多分村方さんはこれ見て甘いなって思ってる。すごい。確かにちょっと誇張しすぎですよね全部。ほら、うん、そう思うんだって、うん、俺らが甘えてみよう。甘いんだよお前らが。このリケメンをさ我が物にする会長ってさ、ジャニーズみたいな感じだったらやばいと思うけど、ちょっと自分の周りに置きたいなんて、じゃあ港区女子を秘書にしてる社長だって全部そうだからね、同じことだからね。イケメントランプっていうのがなんかちょっと面白く見えるかもしれないけど、大した話じゃないですよこんなのは。それが嫌だったら転職しろって話だから、シンプルに。お前が転職できないからここでぐじぐじ文句言ってんだろっていう話だから、自責思考ですねっていうのを磨いてほしいなと。もうやめようよ。バカみたいな。もううまいな自分。バカにしたくてたまんなかったのに。あこういうの見てね、ちょっと感想が違うのに、今しかたはもう2年ぐらいやってね、悲しいですよ。未だにシンクロしないのが悲しい。全然成長してないですから、ね、うん、成長しようよ、うん、成長してください。当たり前のことですから。もちろんそのモラル倫理観のズレとかそういうのあると思いますけど、多分どの会社も書こうと思えばあると思いますよ。召使いのように命令とくだらないと思います。わかりました。そんな感じで、うん、稲葉食品についてでした。ありがとうございました。